こんにちは、小妻光一です。こちら五葉松なんですが、もう完成しちゃってるんですが、今回この木を、取り上げて改作、サルベージいたしました。この木は、僕の木です。僕が19歳の時に手に入れて、かれこれ8年ぐらい、僕の身近にいてくれている木です。まあ僕も盆栽に関してまだ8年程度しかその道を歩んでいないですから、木がどのように変わっていくかっていうところが、まだまだ、かなり未経験な人間なんですが、その中でも一番、時間が木をどう変えていくかっていうのを僕に見せてくれている木です。当時19歳の時というのはこの頭がちょうどこの拳1個分ぐらいの大きさしかなかったんですが、まあ、今では、まあ、ここまでの広がりになっていると、こういうふうに木は大きくなっていくんだなっていうのが一番こう僕に伝えてくれている木です。ただ枝つきが悪く、この上半分の枝というのがもう跳ね上がってしまって、それを早く矯正しておけばよかったんですけど、そのまま時間が経ってしまっていて、でそういったところはもうもう最初に直しておくべきだったんですけど、まあ自分がその手が入ってこなかった木を救うって言ってる自分がこの手を入れずに来てしまったわけなんですけど、まあそれを自分で今回サルベージ引き上げ作業をしたような次第です。枝の矯正とそれからシャリも入れてみたので、少し短めの VTR なんですけど、そちらでご覧いただければなと思います。という次第でこちらの木を今回手入れしたわけなんですが、まあ付き合いが長い木と、言いましたけど、手に入れた時の当初、僕19歳の僕はこの木はもうすごいいい木を手に入れたなと思っていたんですけど、まあ今こうして見てみるとそんなにいい木ではなかったなというのが正直な感想です。まあその間にこういろんないい木を見ることができて、まあ、その上で、まあ、そういう自分に慣れているということだと思うんですが、まあ、何よりもこの枝つきが非常に悪い木で、まあ、そうした点っていうのはもう後になればなるほど、盆栽をいい盆栽作ろうと思ったら難所になってくると思うんですが、そういったとこが見極めが甘かったなと思います。
なので、そういった点をこう枝を伸ばし葉っぱを茂らせて、まあある意味隠すような手段もあったんですけど、まあそれでもまあやっぱりきちんと作りたいという思いがあって、まあ何度も言ってますが、その長い付き合いでこう盆栽の姿の移り変わりを見せてくれているので、やっぱりきちんと作ってやって、それで、今こうシャリも入れたわけですけど、こうしたシャリも木自身もまだ全然若いですから、僕が生きている間に、まあ古さというもの、盆栽の古さというものを僕もよく知りたいですから、そうしたものを、これからさらに長い時間をかけて、この木が教えてくれたらいいなと、見せてくれたらいいなと思ってます。で、まあ、この木を手入れするにあたって、一つ自分の憧れている盆栽がありまして、有名な五葉松で、怨霊の松という名前がついているんですが、シャリ幹を噛んだ大きな盆栽で、とても古い木で、その木自身もそのシャリもとても古さのあるいい盆栽なんですが、その姿に少し迫っていけれないかなと、そういう憧れが期待、勝手な期待ですけど、そうしたものがありまして、まあそうして長い月日を、共に生きたいと思っている木なので、まあこの今入れたシャリが、シャリとこの木が、姿が、古みを帯びていい盆栽になっていくのが、楽しみです。ありがとうございました。